閣議の概要について申し上げます。一般案件一件、政令人事が決定されました。大臣発言として加藤大臣から、令和5年秋の全国交通安全運動及び交通事故死ゼロを目指す日の実施について、国家公安委員会委員長から、令和5年秋の全国交通安全運動の実施について、総務大臣から、郵政民営化を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について、文部科学大臣から、教育未来創造会議に関する事務を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について、経済産業大臣から、産業競争力を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について、国土交通大臣から、水循環政策及び国際園芸博覧会を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について、岸田内閣総理大臣から、海外出張不在中の臨時代理等についてそれぞれご発言がありました。私からは以上です。米中ロのやり取りについて伺います。ロシアで中ロ外相会談が行われ、首脳会談に向けた調整が行われたものとみられる一方、アメリカでは国務長官が中国の国家副主席と会談し、改めてロシアに軍事支援しないよう伝えたとみられます。政府見解とウクライナ侵攻で中国に求めること、国連総会の期間も含めた今後の対応となります。9月17日にモスクワでロ中外相会談が、また18日に国連総会の機会を利用してブリンケン米国国務長官と韓正中国国家副主席との会談が実施されたことを承知しております。政府として第三国間の外交上のやり取りについてコメントすることは差し控えたいと思いますが、ウクライナ情勢をめぐるものを含むロシアと中国の動向を注視しています。その上でロシアによるウクライナ侵略について申し上げれば、ロシアに対する制裁を一層効果的なものにするためには、第三国を通じた制裁の迂回回避を防ぐことが重要であります。そのためには G7 を超えた多くの国の協力を求めていく必要があり、国連総会の場も含めてさまざまな国の間で協力を確認していきたいと考えております。中国に対してはロシアが軍事的侵略を停止するよう圧力をかけることを求めていきます。共同通信坂口です。ご覧いただきます。中国の税関総務省が発表した貿易統計によると、中国が8月に日本から輸入した水産物の総額は前年同月比約 68% 減の30億円で、7月の約 29% 減から減少幅が大きく広がりました。8月24日から日本産の水産物輸入を全面停止したことが影響したものとみられます。受け止めと中国政府にどういった対応を求めるのか伺います。中国における日本からの水産物の輸入額が本年8月時点で対前年同月比で約 68% 減となったことについては承知していますが、日本のみならず他にも輸入額が大きく落ち込んでいる国もあるものと認識しています。いずれにせよ日本産食品の安全性は科学的に証明されており、中国による輸入規制措置は科学的根拠に基づく対応とは言えず極めて遺憾であります。引き続き政府一丸となって措置の即時撤廃を求めていきます。またアルプス処理水の海洋放出以降の一部の国地域の輸入規制強化等を踏まえ、すでに用意してある800億円の基金に加え、予備費207億円による特定国地域依存を分散する緊急支援事業を合わせ、総額107億円の5本柱の政策パッケージを政府として取りまとめたところであります。水産事業者を守るため、スピード感を持って早急に実行し、全国の水産業支援に万全を期していく考えであります。テレビ朝日の国です。中国大使館は昨日公式ホームページに報道官のコメントを掲載し、日本が汚染水の処理に本当に自信があるのなら責任ある態度を示すべきだと批判しました。また長期的な国際監視を行える仕組みを作るべきと日本側に対応を求めましたが、政府としての受け止めをお願いします。在京中国大使館によるコメントは承知しています。
アルプス処理水の海洋放出について、日本は国際社会に対して高い透明性を持って日本の立場を説明し、理解が深まるよう努めてきており、中国に対しても具体的データや数字を含めた説明を行ってきています。アルプス処理水のモニタリングについては、IAEA レビューの枠組みの下で、IAEA および IAEA から選定された複数の第三国分析研究機関が、日本政府および東京電力により実施されるモニタリングの比較評価を実施してきており、いかなる国のいかなる分析研究機関が参加するかは、IAEA 自身が IAEA の放射線分析機関ネットワークの中から選定するものと承知をしています。いずれにせよ、政府として引き続き中国側が科学的根拠に基づく対応を取るよう粘り強く求めていきます。ロイター竹本と申しますけれども、先週木曜日、アメリカの方でですね、対ロ制裁の追加策が発表されまして、その中で日本も参画している北極海 の LNG プロジェクトの関連企業が多数制裁対象になっているんですけれども、これはその出資している三井物産とかジョグメイクみたいな日本企業にも何らか影響があるのかどうか、政府側 のコメントあればお願いいたします。今般米国が発表した SDN 制裁については承知しています。今回の米国制裁が北極 LNG2 プロジェクトに及ぼす影響については関係者とともに精査を行っているところであります。その上で米国を含む G7 と連携しつつ、我が国のエネルギー安定供給を損なうことがないよう総合的に判断し、適切に対応していきたいと考えております。追加でロイター竹本ですけど、以前萩生田先生経産大臣の時にはですね、ここ死守するみたいにコメントされているんですけど、その立場基本変わりがないということでしょうか。それをその G7 の方と確認するという意向なのか、あと、米国側がこういう制裁するという事前通知があったかどうかは、もし差し支えなければ教えてください。先ほど申し上げました通りでありますけれども、我が国としては米国を含む G7 と連携しつつ、我が国のエネルギー安定供給を損なうことがないよう総合的に判断し、適切に対応していく考えであります。また、米国からの相談ということでございますが、外交上のやり取りにつきましてはその有無も含めてお答えすることを差し控えさせていただきたいと思います。共同通信の坂口です。話題変わります。沖縄県の玉城知事がスイスジュネーブでの国連人権理事会で演説し、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に関して過重な基地負担で平和が脅かされていると指摘し、改めて反対を訴えました。尾長前知事が、都道府県知事として初めて演説して以来8年ぶりの演説となります。度重なる反対表明に対して政府としてどう向き合うのか伺います。現地時間の18日、玉城沖縄県知事がジュネーブにおいて国連人権理事会に出席したことは承知しています。沖縄県においては現在でも多くの米軍施設区域が集中し、沖縄の皆様には大きな基地負担を担っていただいていることを政府として重く受け止めており、沖縄の基地負担軽減を政府の最重要課題の一つとして取り組んでいます。特に普天間飛行場をめぐる問題の原点は市街地に位置し、住宅や学校で囲まれ、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を一日も早く除去することであります。普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければなりません。これは政府と地元の皆様との共通認識であると考えます。政府としては辺野古移設が唯一の解決策であるという方針に基づき、着実に工事を進めていくことが普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、その危険性を除去することにつながるものと考えています。引き続き地元の皆様に丁寧な説明を行いながら、辺野古への移設工事を着実に進め、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現していく考えであります。ありがとうございました。